どうも、今日はちょっとね、止まっていたランエモの制作を少ししてみようかなと。それでちょっとカメラ回してみたんだけどね、ポコンと外して、まあ、こんな状態になってて、ポキッ、やばい。ここね、ちょっと間違ってデカール貼ってたんだけど、水で濡らしてぐるりと180度回して正しい向きに直したんだよね。で、中はねこんな感じになってて、まだね作らなきゃなんない部分が若干ある。で、今やるのはね、デカールを貼った後に水性のクリアかけたんで、それで、まあ、デカール自体もすごい、ね、年代物だったんで、ちぎれやってたんで、わかるかな、こういうところがね、欠けちゃったりしたんだよね。で、これを同じ色で補正するのと、これがタミヤさんらしくなくてね、ダボ補助がなくて、まあ、適当な位置ったらあれだけど、そこにこう、固定しなきゃなんないので、しかもこう合わせながら接着するというすごい難しい技術が必要だったんでね、その時にこう接着剤がついたまま塗料がこう伸びてしまってね、これをピュアホワイトというこの同じボディと同じ色でちょっと塗ってみようかなと。で、まだ終わってないのは、こういうところに筋、黒い線とかが入るんだけど、まだそれ塗ってないので、こういうところにもね筋彫り入るんだけど、まあどこまで皆様にお見せできるかは分かんないんだけど、少しこれを進めてみようかなというところで。で、今やろうとしているのはどうしようかな。ここにね、わかる？黄色いデカールがある。こっちにも貼ったんだけど、気がついたらどっか指にくっついてて、あっと思ってもう一回見つけてこう貼ったんだけども、で、貼った後にちょっとね、ティッシュで水を拭き取ろうと思ったらティッシュにくっついてしまって、もうどこ行ったかわかんない。だからこれもここに同じようにつくので、もうないのでデカールは、黄色でここにね線を描いてみようかなと思って、とりあえずここやってみようかな、補正ね。よいしょ。極細筆もあるんだけど、超極細筆っていうのも持ってるんだけどね、そこはそんな線引くと、そんな筆はいらないと思う。あれ、筆はとりあえずあるんだけど、あれ、前に見したと思うんだよな、極細筆は。もういなくなったぞ。いなくなったね。筆いろいろあるんだけど、こっち行ってないよね。とりあえずどうしようかな。普通の細筆で、あ、いた。キャップがのね、これ極細筆おかしくない？これ極細筆なんだ。これピント合うかな見えないでしょ。見えるか、こうやったら。これ極細、超極細筆。この先端に筆ついてんの。これでね、黄色いところの線は描こうかなと。マスキングしないで描いちゃおうかなと思って。あと、ここに、窓ガラスがプラスチックであって、ここにもデカール貼らなきゃなんないんだけどね、まあ、どこまでやっていくのか。よし、とりあえずね、ミラーの塗装したりね、まあ、ミラー
サイドミラーもまだついてなくて塗装もしてないんだけど、あ、塗装だけしたんだったかな。とりあえずこう赤塗ってみようかな。手間のかかるもんなんだよね、これは。で、こうフライトレッドって言って、これ落下系なんだけど、ちょっと違う溶剤が必要なものなんだけど、これでね、ちょっとやろうかな。こう混ぜて、シャバシャバシャバっとこう、私の腕の筋肉がプルプルしてた。このメーカーのね、入れ物ってあんまり好きじゃない。裏にもう一つこれがついててさ、手についたりするんだよね。どうしよう、あーやばいね。ちょっとティッシュで。手袋履いた方がいいんだろうか、これは。やばいね。やばいやばい。手についたらめんどいからね。あ、ほら、ついちゃった、手に。この容器嫌い。個人的には嫌い。いやー、もう、溶剤でこれ不完全なんないじゃん、これ、手についたやつ。ね、怪我したみたいでしょ。あー、ついてるよ、これ。これ、これね、これの溶剤買ってないんだよな。だから、この落下系のシンナーで、ちょっと、拭いてみようかな。臭いんだよね、シンナーはね。よいしょ。よし、これで、とりあえずね、溶剤違うんだけど、これはこれ用のちゃんとあるんだけど、買ってないんだよ。あって気がついたらね、溶剤買ってないわと。取れた。やばそうだなと思ったらビニって履くんだよね。でも、とりあえず OK かな。はい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 。これしてすぐまた使うと思うから用意しとこう。ティッシュ。これもね、ちょっと溶剤用意しとこう。はい。よしと。作業開始。もうね、ひどい状態。筆も買わなきゃね、そろそろ。でも長年もう、同じの使うとね、使い慣れてていいんだよね。なんかね、追加で100均で買った筆もあるんだけど、ちょっとね、いまいちだな。悪いけど、ダイソーさんごめんなさい。これね、寝癖ついてるよ、寝癖、完全に。寝癖ついてます。よいしょ。いやー、ダメだね。ちょっと間空いたんで、私も。間空いたんでね。これ同じフライトレッドのはずなので、このぐらいで見える？見えるか？見えるな？これでもうデカール溶けないと思うんだよね。あ、何？ちょっと目離したらこれだもんね。加えて。あ、俺ね、瓶ひっくり返すぐだった。で、ほら、うまくいったわ。こう無言になるよね。真剣に何かやろうって言ったら。とりあえず、ここのね、これ若干の飛び出しあるのか。まあ、治ったよね。あとちょっと白かなんかでもう一回、もしくはカッターで削るとかね、飛び出し部分。これ嫌い。なんでこんな構造したのこれ。普通はさ、蓋の裏側にこれくっついてるもんなんだよ、他のタミヤさんとか。私すっごい楽なの。これは使いづらい。私のお嫌いなものです。で、白だよね。あれ？白もこのメーカー？ピュアホワイト。うわ、このメーカーだよ。これよく洗わないとね、赤の跡だからさ、ちょいとやばいね。筆きっちり洗わないと。よいしょ。この瓶ひっくり返したらえらいことだよな。臭いんだよ、これ。いやー、やっぱり手袋履いた方がいいかな。ちょっとね、やばい。ほら、こういうのでさ、で、なんかね、
片方だけでいいかな。今回のねコロナ騒動でさ、私こういつも買ってる手袋がないんだよね。模型作ってる関係ない人が買っちゃって、うん、ないんだよ。でやっと手に追加入れましたね。これつけるとちょっと足、筆洗おう。あ、郵便屋さんのバイクの音。え、土曜日だから今日来るんか。一応来るんか。もう定期便みたいなね、オートバイの音がってきて、これでなかなか綺麗になる。どうしようかな。この場合お皿に入れてちゃんと洗うかな。ちょっと心配だね。よいしょ、お皿。あんまりこのお皿のやつ使いたくないんだよね。ジャボジャボになるからさ。でも仕方ないね。超少量にして臭いと思うよ、家中。これ前は高機密住宅に住んでる時に本当に大変だったんで、正式にはねこうやってまあ筆は洗うよね。これで多分寝癖も治ってくるのかな。どうだろう。あ、綺麗になったよ。寝癖は治らない。後の処理がね、もうお皿使うと面倒いんで、ね、いっぱいシリナーがこうにあるから臭さが倍増するわけだ。よいしょ、ティッシュでね密閉しちゃおう。これでいけるか。よし、はあ、でこれだよね。また家族のものから臭いと言われるんだよ、これね。ねえ、みんな旅に出てと、私一人の時はちょっと大丈夫なんだけど。あ、これまたあの蓋か。いやーな、よか。こっちも手袋履いた方がいいかな。ちょっとやばいね、やっぱり。万年筆のインクを追加する時もこの手袋をこう履いて、よろしくお願いしますみたいなね、オペみたいな感じになって。よし、これで手につこうが何しようがもう関係ねえやって感じ。クリアかかってるからさ、変な風に色混じったりしないと思うから大丈夫だった。さっきの5000テールとスポイラーの下のあたり、ただね、あのテールスポイラーの接着が大変なので、ポロンと外れる可能性あるから絶対触っちゃいけない。あそこは何回も外れてね、つけるときえらい苦労するんで。よいしょ、よし、これ準備しといて、で塗っていこう。今度は遠くでオートバイの音がガンガンしてるね。あ、ここもピュアレッドあったか。あのあれがフライトレッド必要だったか。今回だな、白の跡だから筆は多少大丈夫。何これ、あの老眼鏡かけててもよく見えてないという。ここはうまくいった。あっちこっちね、やっぱり他のところはさ、ピタッとタミヤさんなんで、ここだけはねいい加減なんだよね。引きずった跡まであるわ。これもう一回これクリアかけなきゃダメだな。まあどうでもいいと思う人はどうでもいいと思うかもしれないけど、私はちゃんとやりたい。これね、結局非売品になってしまって販売はしないことにして、息子に渡すことにしたんだけども、まあね、いいじゃない、きっちり作ろう。な、溶けてきたかな。あんまりね、いっぺんにやっちゃうと下味が出ちゃうので、さっと塗ってかんきゃなんない。二度塗り三度塗りしてかんきゃなんない。いっぺんに塗らない。
まあこんなところかな。はい、とりあえず乾いたらもう一回ね重ね塗りするかもしれない。いくなったね。よっしゃー、でこれ忘れたらえらいことだ。これだけ出したら横に倒したらジャボジャボ出てくるから取るよ。OK、 あとピュアレッドもう一回だね。もう一回いくよ。君は白だから意外とこれは洗浄しやすいかな。うん、よし、白だからさ塗料落ちたかどうかも分かりづらいね逆に。うん、これはねちょこちょこっとさっき使ったからそんなに混ぜなくても大丈夫じゃない。いいよ。またこれ赤ほら来てる。やだねこれ使いづらくて。見てこれ指についたよ。指に手袋してますんでね大丈夫でございますよ。やだねこれ。ほんのちょっと塗るのにさこんだけ赤いのいっぱいくっつけなきゃなんないんで、あちこちにティッシュやらなんやら後で発見するもんだよね。こういうほらここにちょっとほら塗料が剥がれちゃってるので無言で治ったとないか。今のうちだぞ。手上げるなら今のうちだぞ。微妙なんだよなここもね。こういうとこもピュアレッド塗ってやるか。じゃあスポイラーとなってるのでこういうところもちょっと塗っといた方がいいかな。後々綺麗に仕上がるかな。まあどうでもいい人はどうでもいいんだけど私はやっぱりねちゃんとやっておきたいので、まあちゃんと同じ色があるっていう自体がねポイントですよ。カチッとやばい。本当にね静かに触らないと部品取れちゃうから完成するまではやばい。ここもでしょそれ言い出したら。よいしょ。またねこうコロナのあれが気持ち的にメンタル面的に私復帰してきたのでこの模型作りビルダーを再開していこうかなと考えてんだけどね。途中のやつがいっぱいあるから、ワーゲンのカブリオレもあるしカルマンギアのゼロビルドもあるし。よし、肉なったね。ほっ、よい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 よよいよ、倒すなよ。バシャーったら真っ赤になるからこの一体怖いわ。はあ、これで一応難題のところはだいたいいいとこ解決したと思うんだよね。あと組んでいくだけかな。塗装も終わってるし、よいしょ。なんか 血を流したでもさ血って時間経つと黒くなるけどこれ黒くならないもんね。よいしょ。よいしょ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 。黄色を描くんだけどあれって何系落下系だったかな。なんか白は塗らないからちょっと濃いめの色使ったらこれが赤が緩和されると思う。あんまり待てにやらなくても大丈夫でござろう、いやひどいね。ひどいでしょ私の作業は。で完成していくね。ピッ、よいしょ。最近体がフレキシブルにちゃんと曲がるね私の体が。
ょっとパッとかだけ直せばいい感じになるんじゃないかな。よいしょ。これで手袋ちゃんさようなら、はあ、でコーヒーの時間でござる。さてとどうしよう。黄色あったかな。黄色ね、あるはず。グレーもあるけど、まあ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 、キャラクターイエローだな。この塗料は意外と好きかな。そしてだよね、例の超極細ペンでそっくりに描いてみる。この入れ物は好きよ。ほらね、ただやばいのがこの縁についた塗料。これパパッと落ちるからさ。ここで私いっぱいティッシュ使うんだよ、こういうところで。ここまで閉じちゃってもいいんだけどね。これこそ指につくんじゃねえの、また。大丈夫か。パキパキ言ってる。あー、爪の間に。大丈夫か、大丈夫だ。よしよし、気合い入れて、はあ、超極細線をね書いていかなきゃなんないので、いい、これ振ってない。とりあえずこのインクがついてるかどうかもうわからないぐらいだよね。ちょっとこれ見える？真似してちょっとこの辺り線一本いいんじゃないこれで、ね、ほらうまいこと言ったよ。ちょっと短いけどまあいいや、これでいこう。 OK、 あー一瞬だったね。やっぱり極細筆すごいわ。これはすごい。本当に細く描ける。お、インクもね、塗料も簡単に取れちゃう。買って正解ね、このペンは。よし。てな感じで、ここの補正は終わりよ。あ、どうしよう。まあこんな感じでね、あんまり見た目に分かんないぐらいなところがこう直されていくわけで、ここにほら私が切り出したプラスチックから切り出したパーツがあるんだけど、これは一体何やろうっていうところだよね。あのよいしょ、これもあ、いいか。めこい、めこい。これ、ここにあの、テールランプの台。まだでかいかな。一応、測ってはやってんだけどね。やっぱり、縮尺、なかなか難しくて。こんなのも、いろいろパーツとして準備してて、まだ大きさ左右違うと思うんで。多分ね、こっちが、正しいサイズだと思うんでね。これをやってって、でまあ、並行して完成させていくと。でこれは卵エボの下で守られているという感じでね。いいんじゃね。ということでね、この辺にまあしといて、少しずつ完成が近づいてくるということで。あ、ちなみにさ、これね、これ入れるとかっこよくなるよ、やっぱり。まあちょっと黒いのついてるからシンナーで落とさなきゃなんない部分もあるんだけど、窓が入るとね、一段とかっこよくなるんでござるよ。ほら、わかんねえか。わかんねえか。いや、かっこいいね。うん。そういうことにしとこう。ということでね、また続きできたら。まあほら、だけど、ため口カフェの裏側でちょくちょくこう出てくるけどね。できたらまた、披露したいかなと考えてんだけどね。どうでござろう。長く喋りすぎたの。ではまたな。